こんばんは。3月31日日曜日、時刻は21時を回りました。ウェザーニュースライブムーン、引き続き時田瑞希がお送りしていきます。よろしくお願いします。3月31日日曜日は今年のイースターとなっております。いやー、イースター、皆様何か馴染みはありますか？どうでしょうか。最近はね、結構日本のイベントだけではなくね、海外のイベント、海外の宗教のイベントなども行うタイミングが多くって、ハロウィン、クリスマスもね、日本で盛り上がりますけれども、イースターもね、楽しいんですよね。エッグハントっていうのがあって、卵をいろんなところに隠して、それを探して見つけ出すっていうイベントがあったりだとか、そう、復活祭はキリスト教徒の方にとってすごく特別なイベントなんですけれども、日本でもだんだんとね、こうイベントとしてイースター楽しむ方増えているイメージがありますよね。そんな今日はここから番組縦覧企画、横断企画、イースターエッグをスクラム。はい、やってまいりました。このお時間、今日はモーニングからずっと先ほどのイブニングのももちゃんまで、みんなそれぞれね、卵の殻を、中身を抜いて消毒して乾かしたもの、こちらにイラストを描いていたんですよ。で、それぞれの卵にペンでね、イラストを描いていて、番組のロゴも入っているんですよ。こんな感じ。モーニング、サンシャイン、コーヒー、アフタヌーン、で、イブニング。個性が豊かで、みんな違ったパターンの可愛らしさがあっていいですよね。じゃあ、先ほどのももちゃんの卵をご紹介してもいいですか？青原ももぴょんの作品。可愛い。これ、私、何のキャラクターなんだろうって思ったんですけれども、スタッフさんに、桃太郎ですか？って聞いたら、その通りですって。当てることができました。この鉢巻きに桃が書いてあるので、桃太郎って分かりやすいですよね。あ、裏側にもあるんですか？ てください。ピントが、あ、犬、猿、キジ。 で、桃ピン太郎。あ、桃ピン太郎なんだ、桃太郎じゃなく。いや、ももちゃんのイラストって本当に今にも動き出しそうなじゃないですか。表情があって、イラストでね、表情を出すのって難しいと思うんですけれども、え、クマって言われてたんですか？ 確かに。ちょっとクマちゃんっぽいかも。猿が。犬は猫っぽいって言われてた。確かに。猫、クマ、キジになってる。 いや、でもちゃんと書いてますから、名前を。いや、センスの塊ですね。こんな風に自由にみんなイラストを描いているんですけれども、私はこれからムーンの卵に、ムーンの番組ロゴが入っている卵にイラストを描いていきたいと思います。はい、こんな感じです。じゃあ、ここで作っていきますね。みんな椅子に座って描いてたのかな？あ、そうだ。このうさぎ帽子をかぶるんですよね。
危ない。髪の毛が、あ、出ました。あ、いいですね。このイースターのシンボル、ウサギの被り物をかぶってイースターエッグ作っていきたいと思います。私が個人的に作ったイースターエッグがこんな感じなんですけれども、あのお家で個人的に趣味で作ったんですよ。ちょっとね、運んでる間に割れちゃったんですけれども、こんな感じで。でもこれは絵の具で描いたんですよ。なのでサインペンで描くとまた違うんじゃないかなと思います。イメージはどうしようかな。でものんちゃんがモーニングであの晴れた空を描いてたんですよ。晴れた空とダンゴムシが歩いてる様子だから、私は夜空にしようかなと思って、ムーンなので。でムーン、お月様も描いていこうかな。でイースターのシンボルでもあり、お月様のシンボルでもあるウサギを描いていきたいなと思います。でも夜空描くの難しそうだな。あ、ピントが、あ、ペンを横に置いておきますか。手元をズームにして描いていきたいと思います。うわー、ペンがたくさんある。4種類もあってどれ使うか迷うな。どれぐらいのスピードで乾くんですかね。あ、結構太い。残すか。あ、これは極細なのか。すみません、ちょっとこだわりが強くて。うん、見えた。見えた。じゃあまず夜空から描いていきますね。難しい。やっぱ太いペンで描くの難しいな。まず細いペンで描こう。あ、置いた方が見やすい。じゃあ置きながら描きますね。まずお月様の輪郭を描いていきます。私こういう作業をするとき熱中して、あ、無言になっちゃうんですよね。あ、各番組そんな感じでしたか。あ、よかった。音楽は流れてますよね。そうですよね。今までもね、あのランタン作りとかそういう企画をやったときも熱中してしまって、作業をしながら書きながら喋るって難しいなと思ったんですよ。食べながら喋るのはだいぶ慣れたんですけどね。あ、お家でももちろん無言で作ってました。お家でめちゃくちゃ喋りながら作ってたらすごいですよね。時間も意識しながら作らなきゃな。
気づいたら時間経ってそう。皆さんもね、結構イースターエッグ作ってる方いらっしゃいましたよね。リポートもいっぱい来ていたみたいで、さすがです。球体に描くって結構難しいんですよね。平面はね、比較的慣れてますけど、球体に何か絵を描いたことがある人って意外と少ないんじゃないかなと思います。だんだん満月ができてきました。夜空に浮かぶお月様、ムーンの時間、満月を見るのが好きなんですよね。もちろん満月じゃなく、ふっくらした時も三日月も好きなんですけれども、からいただくリポートを見るのもすごく幸せな時間なんですよね。本当にお月様って写真に撮るのが難しくて、 iPhone のカメラ機能がこれだけ進化してもなかなかね、綺麗に撮れなかったりするんですよね。でも皆様本当にお上手で、もうちょっと濃いめのないか。これでいこう。夜空を塗っていきます。あ、満月帽子、満月帽の色ですね。ウサギさんが満月帽かぶってるようにしようかな。この後ウサギさんを描くんですけれども、筆だと広範囲塗るのに向いてるんですけどね、この細いペンだと塗るのに時間がかかってしまう。急ごう。あ、エール来てます、ありがとうございます。筆に迷いがないってコメント、確かに。お、いい感じに夜空が完成してきました。じゃあここでこの下の方にお月目をしているウサギさんを描きます。黒かな、やっぱり白ウサギさん、輪郭を黒で描いて、お団子も描こうかな。私キャスターの中で誰よりもウサギ描いてる自信あるので、あとウサギめちゃくちゃ見てるので、毎日ウサギを観察しているので迷いはないですね、ウサギを描くのに。ウサギさんは後ろ姿まで可愛いんですよね。
サギさんの後ろ姿を描いて、お団子まで描いて、大丈夫ですか今。そろそろもうすぐ終わりますからね。今仕上げの時間です。うさ耳が大きすぎて。ちょっと塗り方が雑ですけれども、時間の関係でこんな感じかな。よし、できました。はい、こんな感じ。どうですか。大きな満月と星と雲があって、うさぎさん2匹がお月見団子を食べながらお月見しています。塗り方若干雑なんですけど、ちょっと遠目で見てください。ムーンらしい感じになりましたね。よかった。のんちゃんが朝っぽい作品を作ってたんですよ、モーニングで。これで、で私ムーンなのでムーンっぽい作品作ってみました。わーい。あ、しかもダンゴムシとウサギだ。ちょっとペアっぽい動物同士、いい感じ。やったー。じゃあ並べていきますね。あ、でもこれ乾くまでもうちょっと待った方がいいかな。あとでね、すべて並べてお写真撮って皆様にご紹介したいと思います。ということで無事完成しましたね。私今までの番組の中で一番口数少なかったかもしれないんですけれども、なんとかムーンらしいイースターエッグが完成しました。イースターエッグを作ろうのお時間でした。今日はインスタということで、インスタ企画を行っていきました。